パパパルタユッティーパルタこんばんは。え乙女心のリメイクはえ何送,送ってくれたもん。え見てないまだ。心ない。うわー気をつけきありがとう。話した。<laughs> ありがとう。恐怖と考えたの。 本当。でもなんか本当って付け加えると嘘くさくなっちゃうかな <laughs> 久々話したほうしくんさあちゃんリオのっぴどうもおはよう目覚めたしかちゃんこんばんさーいパルト乙女心本当に好きな曲で毎日 MV 乙女心ね人気高いと思う結構 人気たらちゃんたらちゃんワンマンでようやくあるるケケこんちゃー午前中もアイドルライブジャパンあそう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 ,そうあるよ22日でしょう午前中はアイドルライブジャパンやってその会場ででそっから午後ワンマン 夜誰とおしめんが見守ってくれてるから仕事を頑張れる気がするおしめん感じ取ってるよ仕事してるんだなって志かちゃんからのおやすみなさいお寝る時間だ言って一緒に取材薬局あ売ってなかったあドンキならあると思ううん 自分もドンキで買ったあれでしょ昨日おすすめしたやついい香りちゃん「あいにゃこんばんざい」ちゃワンマン18時半から朝まで「バンザイジャパン」の楽曲でもしたら全部できるね朝までだったらやばメンバーいやメンバーいけるかもしれないけどみんなの足が持つかどうか。 えでも一回やってみたいそういうの「オールナイト」あでもなんか真夜中ライブは名古屋でやったことあるあ東京東京あ東京でもあのカウントダウンライブあるか今年の2011年12月31日から今年1月1日そう渋谷のストリームホールでみんなと年迎えた タダン真夜中ライブえ名古屋で本当にもうど深夜のライブ出演が深夜2時3時とかそれぐらい <laughs> で夜中歩いてホテルまで帰ってで寝るの4時とか5時とか <laughs> いや もうちょっと遅いろいろ風呂入ったりとかしてたからでもその次の日のライブが割と遅めの時間からスタートだった確かから行けたけどそれで朝から「またライブです」って言われたらちょっとさすがに無理や寝たい寝かせてくださいで真夜中ライブなんかみんなねみんなもう深夜テンションだからね <laughs> 楽しい楽しかった またたやりたいえ、都内でやったら絶対楽しそうでもその時なんかもうもうみんなメンバーも通り越して「はい」になってる「はい」になっててその時はすごいアドレナリン出てめっちゃいけてるんだけどあのホテル帰ったら一気になんか 来るオフオフになったらあい、ね、そんなのあるあったんですよ名古屋はねなんか結構たまにど真夜中ライブやってるうらやまうらやましいえ深夜ライブあったら来るタラオ。<laughs> たらお 真夜中真夜中のシンデレラこんばんざいまウ5月22日ワンマンライブ来れる方いるかなまだ笹川予くさん少ないんだというか全体的にまだ少ないんだ来れる方お待ちしてましたね新曲初披露だよここで。 新曲初披露はねいつもみんなの反応がどうか楽しみでもう終わったあと速攻でツイッターとかチェックするみんなの反応 <laughs> 速攻で見るタイムライン見てエゴサとかもする新曲あとタイトルとかえー ちゃん行きたいねえ真夜中ライブやろう東京で東京とかでがっつりど深夜のライブやったことない気がする多分すごいなすごいっしょえあの早朝ライブもやってみたいみんなでラジオ体操何かやってるグループさんあるんだよね 早朝の定期公演みたいなやりたい逆にさ昼働いて夜自由な人だけじゃなくて結構やっぱ夜勤してる人とかも多いやん夜勤してる人も多いからそう結構そういうさ普段のライブじゃ逆に生活リズムあわんっていう人 向けのライブとかやりたいのびぃささですねささですどうだだえー、アイドルライブジパンささやくしてくれんのだだありがとう <laughs> 嬉しい受けたまわったカメラこっちでね14日 やったアイドルライブジャパンダダと会える率高いあれこの前もそうだったよねアイドルライブジャパンだよね確かあれそうだメルマルさんと前後だったやつ待ってるのびささニットそう今日これ最近着てないなと思って でもなんか素材がさ結構秋冬っぽい感じの素材してるからあんま真夏になったらこれ着れないなーと思って今のうちに気に入っとこうって思ったお気に入りやつまあ行きたいけど給料日前だから微妙はねえそうなんよ22日前借り前借りレアキャラ来るからその子は使うあそれは全然ええよ、うん、全然 レアキャラ何コマちゃんそう22日コマ出演するし中山コマちゃんが久々にライブいつぶりだコマいつぶりコマ出演するしあとね今ちょっと喉の扁桃腺の手術してて。 お休み中のもう対応したみたいだけどお休み中の山路山口ほのかちゃんも5月22日から復活するらしいんであれだサヤも舞台終わってるるから出れるんだなみんな大集結なんで皆さん5月22日のワンマンライブ見に来るべきですよ。 あ、でも笹川恩さんはぜひ笹予約お待ちしてますそうすると笹のいい出番とかもたっぷり見れちゃうかもしれないんでいっぱい歌ったりあいそれありあ早朝ライブねそう夜夜だけだと時間帯合わなーっていう人も いっそうキーさんこんばんざいこんばんざいあの写真をあげてくれてた無敵望遠鏡三年前の今頃も敵望遠鏡の舞台立てたのかポキッてってきた <laughs> 骨が <laughs> けけすき編みだし色も春夏っぽいのに春夏っぽいいちょっと夏はこれ暑いな結構厚手だから厚手素材 <laughs> でこれちょっとなんか学生さん風で好きこういうの好きなんよねてぃんちゃんモーニング また近々笹之助に会いに行くでござる。おも。拙者に。会いに。き。会い、会いに。来るでござるか。お待ち申しておる。笹之助。 GTR こんばんざいグレートティーチャーロッキーこんばんざいさっきリマさんにね <laughs> 言ったらねあるあることを言ったらね断られてしもうたやっぱダメだったかいけるかなって思ったんだけどそろそろ。 えポキポキ歌指ナースーこんばんざいスピードウェイさんこんばんざいこんばんはさあそれは水曜日になった水曜日になった水曜日になったもう曜日感覚わかんないやあえっ、ー、と明日的な今日はトークポートがありますライブはね そこの数日ずっとライブしてた気がする何日連続ライブしてた結構連続でライブしてた気がするかなだったかなうんでもそうだな何日からだろう2日からかなんでも5月1日もライブあったかあでもその前 言っててえっもしかしてずっとずっとライブしてた ?OK あれか5月よ4日がなかったのか水曜日3日かな あ3日終わった 3, 3日シルベアリング4日がなかったのかでもそれ以外ずっとライブしてたわいっぱいライブしてましたが明日的な今日何日だダメだもう分かんない11日と12日はライブお休みでございましてトークポットがあります 一対一テレビ電話できるやつ次のライブは5月13日ですねあ笹川の家族の誕生日ラッシュが来た5月11日今日お父さん5月13お母さん5月14姉ちゃん Z45 はお疲れ仕事 兄ちゃん、バンドリが二十一になったから、二十二時。うわ、え、本当。え、二十二、これたらいいな。いや、来てほしい。ジャックなんたらのワンマンとはね、また違う。あ、横になった。<laughs> その電波に乱れが生じました <laughs>。すみません。そう、不定期定期公演のジャックオブ東京は。 昨日がたまたま出演者バンザイジャパンしかいなかっただけでたまにいろんなグループやらないユニットとかと実験的なことをしてみたりまあそで22日は「日本満喫ツアーズ」めっちゃたっぷり曲をやるいっぱい曲やるよエンディングの映像がついてる。 それは本当にワンマンライブってなんかね銘打ってるなんとね新曲初お披露目もあるのでね要チェックですねのアイドルライブジャパン楽しみでござるえなんで1 5十五だっけ 1415? 15何好きな特にそんな趣味はなかったあいいよね好きな曲増えるとね確かにあ昨日さ結構もちこの配信でコメントしてたでしょたまたま見に行ったらりんちゃんコメントしてた声枯れるまでわびさびあたんそうじゃないと できない曲とかもあってそうなかなか普段の「タイバンライブ」20分枠とかの「タイバンライブ」じゃあねなかなかできない曲っていうのもねワンマンライブでは結構やったりもするので。 ライブの日いよねリハーサルとかレッスンとかそう特にあの「バンザイジャパンポジションが固定じゃなくてそのメンバー一人一人入りいろんな曲のいろんなポジションに立つので新しいポジションをね覚えたりとかもねしないといけないんですよ。ここのポジション、まあ、入ったことはあるけどめっちゃ前すぎても <laughs> 移動とか。 もうフォーメーション移動もすごい複雑だねすごいもういろんなポジションごっちゃになったりとかするでもだから「バンザイジャパンのライブは逆になんかこういろんなメンバーがセンターに立ったりとかもそれから推しの子がセンターに立つところも見れたりまた 何回ライブに来てもずっと同じポジションじゃないから違う歌割りを歌ってるところを聴けたりいろんなポジションに立ってるのを見れたりするのがいいとこなんかあそこの歌割りのあのフレーズの推しも好きだけどこう新たなポジションに入った時うわここの歌割りこういうふうに歌うのか。 いいなあみたいな <laughs> 新たな発見があったりするクリちゃんこんばんざいこんばんざいお三3代目ユタたキリンです <laughs> <laughs> 3代目 J ソウルブラザーズみたいな名前して「こんばんあやすのにキラキラくれたありがとう,そうさっき流れ星流れてた 鈴木氏こんんなんか語りすぎて読むの遅かったコメントサヒえー、好きだよ伝わってますかえー、えサヒ何好きな人できたのえ、<laughs> 気になりすぎてしょうがないじゃんササかな <laughs> ササ ささだといいな。ごくこんばんは。こんばんざい。みんな。ロキ大阪からフィヨリがい。ああ他にもあのうん。ティちゃん先日のままギかけど他メンバーの話にも遊びに行こうかな思って。<laughs> 偶然見ちゃった。<laughs> たまに他のメンバーチラミチラミしたりするんだけどいたティンちゃん「大枝の振り付けで空に合う」あこれねサビサビ「たタ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 タタ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  だーか <laughs> だーらららえ笹が大河のパレードのセンス投げるのあまりにも下手すぎて <laughs> 映像で見ると一人だけちょっとあのこっちの手失敗した時の予備のこっちの手がちょっとでかかってるいつも <laughs> でも昨日はうまくいったセンスちんの 綺麗にかっこよく撮れた「バンザイジャパンまだ知らない曲ありそうなんで勉強するでござるでござるよ」そう音源化もされてないしライブでもあんまりやらない曲とかあるからでも YouTube には上がってるかなそういう曲もえ YouTube にも上がってないライブでもあんまりそこまで披露しない曲ってあるかな あるかなでも4月にやったら全然選曲公演っていう全曲やるやつで一回全部やったけどあれ楽しかった全曲笑うた何笑うたいつかさちゃんの「なにやぼなこと言ってやんで」えあれね最初もともとそこがオリジナルのポジション 一番最初に入ったポジションだったんですよ最近あんま入んなくなったでもねそこはねくーちゃん何やもなこと言ってやんねめっちゃ可愛いのでみんなに聞いてほしい「ラプター M こんばんざい」親子丼ちゃん丼ちゃんこんばんざい よっち、こんばんざい。ありがとうございます。さ、さすさんが。あ本当に、さすさんに。恋。しちゃった。<laughs> え、学校で好きな人ができたとかではない。<laughs> ローガンり、こんばん、ね、こんにちは。ハロー。タラちゃん、それは言って、さ、え、なに、どうした。 どうしたどうしたたらちゃん <laughs> 言て高いムール何のネタこれカーヴェこんばんは寝る前の笹川さでもお休み前に聞くと絶対寝落ちするよみんな寝落ちしちゃうよきっと聞きながら寝落ちしちゃうよあこちゃんさっちゃんさっちゃんちゃん <laughs> さっちゃんさっちゃんちゃん ちゃんちゃん焼きさちゃんだよなこちゃんあ今年の笹川生誕祭の円盤化はまだですかえー、ねブルーレイ DVD 化してほしいですね <laughs> 放課後メビウスやったり清く正しく美しくとかもねやったしラキーザーンスリマネーの あドラこれね「ドラが鳴るーね」今日やってたよ今日ね結構珍しく最近としては珍しくもともとのオリジナルのポジションだったさすがも「眠らせない」歌ったし。

さん昨日大江戸の時アユが戦争をとしそうになってあーってなって目が立 <laughs> ええ映像で見よう <laughs> あのメンバーメンバー用の映像まだ見てないので見るの楽しみコパンちゃんこんばんはパンダパンダコパンダ コストレイさんが来てくれているぞたかしメイドの日もう終わりましたメイドの日5月11日は何の日 ?555115 かな ?15 の日51 <laughs> こんばんは最近バイト先の先輩が好きになったけどうわリアルリアル さあ見てたらどうでもよくなったあっ笹川が一番じゃない <laughs> あまりにも好き壁心地よい声で寝落ちできそうです眠れーかー んちゃん昨日結構遅刻する予定やったんだけど会社でバンズジャパンのライブ行くんだ <laughs> やったやんこれからもそれ使ってこ <laughs> それ許してくれるんだ何でも許してくれそうな勢いだねでも逆に「って何?」ってならんかった <laughs> 正直者は得をする怪奇どんぐり RPG 分かんなかった このネタ万歳とやれば面白いいてざいてカン戸ローモパンもう少しで王国解放するのであ,あ遊びに行きませんおいでー入れてくださいえ笹川は特になんか特に何もする必要ない普通に入れるまだそこまで詳しくないおいでー 最近あまりがっつりはできてないけどでも毎日ちゃんとログインしてるもうちょっとでお城お城えっと23かな次なるんだてぃちゃん「10人トいる」を聞くとバンザイジャパンのライブ来たんだなってあ十10人トいる」はね結構もう代表曲1曲目のやつだからねース、yes, シングル 10人といるのは本当に代表曲すぐはいまだにすごい感動するロッキー説明難しいんだけどさっちゃんのは体全体使って思いっきりしてるからええ嬉しい。 あまりにも激しすぎるんだけど本当はスマートに踊れるようになりたいけどなんだっけなあわびさび」のね「わびさび」の感想のなんかこうやって打つところこう前に向かって「オラオラ」みたいな感じのところ振り付けがあるんですけどそれ先生にあの曲ブラッシュアップしてもらってた時に。 もうここ必死でみたいな感じで <laughs> 言ってたからめっちゃもう必死にやったらちょっと笹は <laughs>「これ命かけすぎ」って言われた <laughs> ちょっと <laughs> ちょっと違ったみたい <laughs> ちょっと行きすぎてしまったみたい <laughs> もっとスマートにかっこよく踊れるようになりたい <laughs> いい感じのなんかこう 力を抜くっていうかなんか多分120120120 120 120過ぎて見る方もお腹いっぱいにならないようにクールにスマートに踊れるようになるのが目標です。あっすやーだすやー。 うんすすきえ <laughs> ちょいよだれでちたすすきえそんな発音あるすきえ1500円払ういっぱいチェキ取るいっぱいお話お話するカーメギルド申請するので承認してもらえば OK ですあ承認 承認は多分あれかな誰か権限持ってる人がやる感じかな鈴木10人取ろうああそう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 ファミマでね流れてたたまにさ「バンザイジャパン」の楽曲「優先」でねいろんなお店で流れてる報告がたまにロッキーランダム巻物旅してるんだけど <laughs> なんか所さんのダーツの旅みたいだね <laughs> 楽しい <laughs> とんでもとんでもフォエギルドの近く <laughs> それは私たちのギルドに入らないかっていうことなんじゃないかな呼び寄せられてる日本全国ダーツの旅今回はここフォエ いの近くタ <laughs> ラちゃんさっちゃんあ、表情が好きええー、嬉しいえそのパフォーマンスとか表情褒めてもらえるのすごい嬉しい命かけすぎてよさっちゃん <laughs> 命何個あっても足らんわ命かけすぎて一曲一曲にちょっと命かけてる激しいのがさっちゃんの良さでもある <laughs> いいかなならよかった <laughs> でもちょっとアイドルとかけ離れちゃう <laughs> すごい体育会系になっちゃうめちゃいつもタラちゃんちなみにメイちゃんライブ中は曲の世界観に入り込むためああ全集中確かにそうねう曲自分も曲の世界観大事にしたいなって思うすごいだから 願い星とか声かれるまでとか、ちょっと全然笑ってない <laughs>。<laughs> 浮世絵か。浮世絵感も本当に。世界観を。自分も入り。込むし、もう。浮世絵感出る前は。ま気持ちを作ってから。やんないと。なんか。すごい。 グダグダになっちゃう感じだからしっかり自分の気持ちも本当にめっちゃめっちゃ気持ち最低なとこまで落ち込ませてやるさあ、<laughs> スマートなのもいいけど汗だく333% <laughs> でキラキラしてるさっさんが好きもう今日も 3曲もうめっちゃ汗超汗だったしかも今日めっちゃ動く曲だったからねこうでもバンザイファイターもチャンスも運動したいっぱい運動した亮平さんささん亮平 ンささっとしかチェキ取らないああ <laughs> 人間の言葉を覚えたての <laughs> 動物 <laughs> ゴリラ <laughs> 俺お前好き <laughs> <laughs> 約束 <laughs> ギルドの R4 以上のメンバーが承認権限あるあ笹川 R1 だから権限ない <laughs> 葵とかに言わなきゃだ言っておこうロッキーパリは4時間かけるにしかないのにやめてほしいそれはジェム使って <laughs> 24時間張ってさますさっちゃんださマス最近ずっとリンゴの絵文字作ってるねコンマちゃん トマちゃんがずっといるロモバテレンのイベント限ううん、うん、なんかね「続ける人」みたいなアンケート取られた朝賀も続けるよもともとイベント終わっても続けたいなと思ってたィんちゃんさっちゃんって運動神経いやそれがねもともとめっちゃ悪いですよほんとにすごい悪いダンスも 全然やったことなかった「バンザイ・ジャパン」入るまでもうちっともダンスやったことなくて「バンザイ・ジャパン」入って初めてなんかもう基礎も何もわからなかった「バンザイ・ジャパン」で叩き込まれました真子先生に「親愛なる真子先生」 まあ、ステージ上のサ,サちゃん輝いてるから少しこのスコえー、キラキラ輝いてるステージ上でもステージ上じゃなくても常に輝きますキランオトメオトだゴおトメ乙女心 ダーツさん初ハームこんにちはさます激しい踊りの途中で目線合わせてほほ笑んでくれるさちゃん倒れますさ <laughs> マス倒れたらリアルに心配するかわいいんだよね昨日もねめっちゃ近くで目合ったりん <laughs> <laughs> ちゃんささちゃん前の押し四天王の一人やったねして天王 倒されないように頑張りますどうしよう我が四天王の中でも最弱だからなってなっちゃったらささがは最強になりたいずっと気になってたんだけどさこれ <laughs> このこ,こ,このこのふわふわみたいな <laughs> これ何 <laughs> これ何なんだろう ふわ,ふわ真っ黒クロス系のビタバージョンみたいなさあ <laughs> いっぱい運動したの偉いねえ偉いえしかも今日聞いて帰りねなんかものすごい甘いもの食べたい衝動に駆られたんですよすごいなんか甘いもの摂取したい菓子パン食べたいっていう衝動に駆られて。 コンビニにふらっと立ち寄っちゃったんですけどでも誘惑に負けずに菓子パン買わずに帰った菓子パン買わなかった夜中に甘いもの食べたくなったけど菓子パン俺菓子パン我慢偉い褒めて ビジュアルビジュアルもっとよになるよ達也丸ねえさあさあさんどうしたの達也丸達也どうしたん <laughs> ロキージェムもギルドクこもあないのか使い果たしたのかご利用は計画的にあカフェそろそろおやすみ良い夢を 緑のゆりかさんあありがとうございますあ、ミライ系アイドル TV ありがとうございます緑あれ、少林寺拳法してた人ですね少林寺拳法してましたえいや <laughs> 少林寺拳法黒みですありがとうございます来てくれて さ他にあなたの美しさが際立っていますまあなんということでしょうワンダフォーパックこんばんはターくん安野に寝落ちしてた流れ星流してくれたと寝落ちしてたのおはようまだ話してたよ 左のるかさメンバー皆さんのルームに挨拶してますがすでに誰のところにとかだって二十何人とかいるもんね分かんなくなるよね笹川のところ来ましたスタンプ笹